私にとっての生きがいは6歳から続けている書道です。書く前に正座して呼吸を整える時間を作ってるんですが、それは呼吸をすることによって心を落ち着かせるのと、いつもどこでも同じ状況を自分の中で作るということをしています。書いてる時はもう全く他の音が聞こえないぐらい集中していて、こう自分の心臓の音がすごく聞こえる。で、なんかこう今この瞬間自分しかいないんじゃないかって思うような気持ちになるのと、あとは書いてる時はすごく自分が今生きているって思います。